はい。ケアマネ・アワオの滑った話。本日のタイトルは、行かないで。行かないでというタイトルで滑った話をしたいと思います。えー、これはですね、えー、私が某施設で働いている時の利用者さんの話なんですけども、えー、利用者さんのまあご家族ご本人の意向で、えー、その利用者さんのことを姉さんと呼んでほしいというリクエストがありまして、日常から姉さんと呼んでたんですけども、 ある日、えー、近くのお寺にお散歩に行った時にですね、えー、ちょっとその方がはぐれそうになって「行かないで行かないで姉さん」って私が大きな声でその時「ちょっとそっちじゃないよ姉さん」って言ってたんですけどもその時の周りの目が「何姉さん姉さん」さんってあの人言ってみたいな見たことのない冷たい視線を感じたことを覚えております。 do